こんにちは、運命のジョーです。先日ですね、知人に子供がデジタルイラストを描けるようになりたいって言ってるんだけど iPad があればいいのかなって尋ねられたんですよ。で、趣味でイラスト描いたりネットで同人活動するとか、ファンアートを描くんであれば iPad で十分でしょうって答えておきました。はい。で、メモリーとかスペックも一番安いものでいいです。はい。中古品だったらできるだけ最新機種に近いバージョンを購入することをお勧めしました。でね、他にもいろいろタブレットとかあるのにどうして iPad がいいと思うのっていうとですね、iPad に限らず Apple の製品っていうのはディスプレイがとても美しいんですよ。で、色の表現の、ね、幅が広くて特定の色味にね偏ったり色がくすんだりするってことがなくてですね、せっかくイラストねお絵描きするんだったら画面は美しいものでやってった方が創造性もね広がっていくと思うので、はい。でね、アプリケーションはですね、無料のお絵描きアプリを、どんどん試して、次から次へと試して使いやすいものを使えばいいと思います。でね、そのアプリはこれじゃないとっていう前にですね、まずそもそも今まで紙で書いてた子がですね、タブレットじゃないや iPad で書き始めるとですね、iPad の画面ってガラスというかツルツルしてるので、それにペンが滑ってですね、ツルツル滑って書きにくいってなると思います。アプリがどうこうの前にまずそっちの対策をした方がいいんですよね。なんで新しく iPad を買うときにできれば同時にペーパーライクフィルムも買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ですね、この iPad の画面にですねフィルムを1枚貼るんですけど、そのフィルムを貼ることでペンに適度な引っかかりができてですね、紙のような書き心地で書けるようになります。はい。ツルツル滑らないんで、ストレスがなくなると思いますよ。 Amazon とかでですね iPad ペーパーライクフィルム、カタカナでペーパーライクフィルムと検索してみてください。結構いろんなバリエーションがあるので、合いそうなやつを見繕ってみてください。はい。それで、ゆくゆくね、プロになりたいなとか、イラストや漫画を仕事にしたいなと思うようなら、iPad とかタブレットじゃなくて、Mac か Windows の PC ね、PC にペンタブか液タブをつなげて絵を描くっていう風にステップアップしていけばいいと思います。はい。で、ちなみにですね、私もどんな環境で描いてるのってよく聞かれるので、ついでと言っちゃなんですが、お話ししておきますね。私のマシンの環境はですね、Mac mini です。メモリーは積めるだけ積んでいます。タブレットはワコムの液晶タブレットで描いています。漫画はですね、液晶タブレットでうつむい形取ってるんですけども、カラーイラストを描くときは、背筋をまっすぐ、首もまっすぐ伸ばしてですね、描くスタイルを取るためにペンタブレットを使うこともあります。はい。作画ソフトはクリップスタジオペイントですね。はい。今ご覧いただいている画面での作業は、すべてクリップスタジオペイントでやっている模様となります。漫画を描いて配信用にデータを編集するのはクリップスタジオペイントだけでできます。はい。カラーイラストをカラー漫画はもちろんグレースケールで描く漫画ももちろん描けますし、トーンを貼ったようなですねドットで仕上げるモノクロ2階調の漫画データも描くことも作ることもできます。ちなみにですね、私は
漫画はグレースケールで書いておりますよ。はい、この画面で見えてるのはグレースケールの模様ですね。はい、余談なんですけど、あのおしゃべりを普通に撮った後ですね、でちょっとじゃあ編集して流そうかなと思ったらですね、後ろでうちの愛犬のですねブラッキーがですね、はははは、とあの息荒くですねあの私の椅子の下に座ってるので息荒くはは言ってるのがですね思いっきり入っちゃってまして、あの声を取り直しました。はい、なのでちょっとテンション低めです。低めですけど別に機嫌が悪かったりとか元気がないわけではありませんよ。はい、というわけで、ではまた。